はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、11日目の朝になりました。もう朝というか9時ですけどね。はい。でですね、1個報告なんですけど、ここのですね、トリガープレート、やめました。はい。人感センサーにしました、これ。なんでかっていうと、やっぱり自分が通るときにさ、自分に刺さるからさ、こいつが。自分に刺さるから。で、一応人感センサーだと、ほら、選べるじゃんね。こうやって、誰に反応するかがね。今、他人とゾンビにしてありますけど、これにする、こうしとけば自分通っても反応しないからさ。うん。ただね、この辺でも反応しちゃうんだよね。うん、それがちょっとそれだけ気になる。この辺にいる人でも、要はカメラと目があったら反応するんで、この辺でも反応するんだよね。うん、だからこっから上がってきた人たちがこの辺でもう反応したりする。ピュンチ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 ュン言い出したりするんだよね。それがちょっと気になるっちゃ気になるけど、まあまあそれぐらいいいわまあそれぐらいよしとしておこうじゃないか。うん、まあね。うん、ということで、ちょっと足しておきましょうか。ガソリンの方はね、そんなに減らないみたい。うん。あ、こっち少ないね、なんかね。まあいいか。ガソリンの方はそんなに減ってないですね。結構ずっと回ってるんですけど、これ。ずっと、回ってるんですけど、ほら、全然減ってない。燃費良すぎ。うん、これ、ちょっと待って。これ、こんなに2個もいらないんだよね。1個で十分なんだよね。6ワットしか使ってないからさ。1個で十分なんだよね。はい。ということで、今日はですね、例のクエストに行ってみる、クエストじゃないや、新しいトレーダーをね、の紹介してもらったんで、特別なクエをやるのと、あと前回拾った、これをちょっと開けてみたい。まあ、これはスクラップアーマーなんで、じゃんと。3か、今一つだったね。4が欲しかったね。3だとでも2個つくのかな。あ、2個つくのか。まあまあいいか。これ弱くなるじゃんね。今何かぶってんだっけ。あ、これ、アイアンヘルメットか。ああ、なるほどね。じゃあこっちのが弱いんだ。これはこれはいいのか。これはこれ一緒か。あ、じゃあ着てないのか。これも着てないのか。これだいぶ強くなったんじゃない、これで。ねえ。ちょっとこの辺を抜いて、つけておきましょうか。ここにつけとくかな。とりあえず。2個つくんなら、はい。こうしておきましょう。はい。で、あ、これ売っちゃうか、持ってって。8円。もう耐久値がないからね。安いよね。これは高いんじゃない ?170 円。あ、オッケーオッケーオッケー。あとね、これね、レバーアクションライフルバンドル。これも上げてみよう。じゃん。5。あー、まあまあ強いっちゃって。これスコープつくのかな?この間ほら、スコープ拾ったからね、8スコ。8スコつくんかな?改造。あ、つくね。あれもつくのかな?角膜もつくかな?この辺もつくかな?角膜がつかないか、さすがに。角膜がつかないね、やっぱね。一発しか出ないんだよね、これ。あ、違うか。5発出んのか。角膜がつかないのか。ちょっと残念だね。なんかつきそうなのある?フルオート。ライフルのフルオートってどないやねんっていう気はするけどね。つくのかな?あ、つかないね。そうだよ。ライフルフルオートにしてもな。ということで、じゃあまあこんな感じでいきましょうか。こうだな。まあコーヒーは別にベルトに入ってなくてもいいんで、じゃあこんな感じで、これ7ミリだよね、多分ね。あ、だよね。カシャッとは、いや、呼吸がしないんだ。カシャッとしなくていいんだ。ああ、なるほどね。はい。で、これもちゃんと入ってる、弾。入ってるね。入ってるね。はい。じゃあ、ということで、あそこ行きましょうか。つけっぱなしにして。よいしょ。あ、ちなみにね、強化したんですけど、外観はね、まだちょっと強化終わってない。あの辺、ちょっとだけコンクリートなくなってた。で、色も塗ってないんで、ちょっと変な感じになってますけどね。もうちょっと色塗ってちゃんとしたいね。はい。ということで、とりあえず、トレーダーに行きましょうか。じゃんと。どこ?どっちだ?こっちか。あ、このバイクは速いから1キロぐらい一瞬でしょう。一瞬ではないけど、割と早く着くでしょう。ねえ。ジャンプできるしね。これね。ジャンプ使いどころあるのかっていう話だけどね。こういうのジャンプできんじゃない?これ。トウ、早かったですか?あら。あら。
あら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 、ひっくり返った。あ、降りちゃった。ジャンプすんのが早かったね、ちょっとね。タイミングむずいね。そんなことやってると耐久値がどんどん減っていくじゃないかっていう話だけどね。これなんかこういうアスレチックじゃないけどさ、なんかコースを作って、ジャンプしなきゃいけないコースを作ってみたいな気がするね、なんかね。うん。あ、もう見えてきた。早いね。やっぱ早いわ、このバイクは。楽ちん楽ちん。はい。懐かしい場所に帰ってまいりました。昔の拠点が残ってるけどね。うん。一番最初に建てたやつね、あれね。うん。よっしゃ。じゃんと。はい、帰ってきたよ、おっちゃん。テカテカの自販機のところに。あ、今ロックピックあるから。開けたんだっけ、俺ここ。開けたっけ？開けたような気がするな。開けたわ。え、全部開けたんだっけ？どうしたんだっけ？あ、ここは開けてないんで、ちょっとここは開けようぜ。開けよう開けよう。勝手に。まあ、ろくなもん入ってないと思うけどね、多分ね。開かない。お、来たか？オッケー。じゃん。あ、クロスボウ入ってた。あ、なるほどね。ここは開けらんないんだよね、これね。無敵だからね。無敵だから、あ、そうだよね。無敵だから開かないんだよね。これ、あ、これは開けたんだっけ？これは開かないのか。この辺も、もう見た後か。ああ。あの、金庫だけ開けられなかった感じか。金庫だけ開けられなかったっていう感じですかね。うん。うん。はい、こんにちは。こんにちは。ちなみにちょっと売りたいのでこの辺買ってください。あ、これダメなの？あ、これダメらしい。あ、これ価格なし。なんか修理すれば、修理すれば売れんじゃない、これ。あ、修理できないよ、これ。あ、布がいるんだ。布ね。いや、分解したかじゃどうせ修理したところで安いでしょう。あとはクロスボウもいらないんで売ってしまう。はい。え、ちなみに3ギリボトルとか売ってないですか？あ、お金持ってこなかったけど。お金持ってこんかったけどね。3ギリボトル欲しいな。あ、ないか。残念。レクトさんは、ティア2なのか。ティア2のクエストでもやって帰るか。じゃあ、電源復旧夜、あ、回収があるね。回収やるか。バーン03。バーン03に。あ、遠いね。そっちなんだ。へぇ。しゃがむの。よいしょ。バーン03に行きましょうか、じゃあ。じゃん。どっち？あ、向こうだ。向こうの方行ったことないかもしれない。え、向こう行ったことないんじゃない？あ、ないよね、多分ね。ティアに回収。あんなとこに、なんか、難しそうじゃない？難しい、なんか変な建物があるんじゃない？あ、違うな、町があるな。あ、町がありますね。あ、そこだ、農場だ。あー、ここの、この塔ね。この塔ちょっと行ってみたいな。そこめっちゃゾンビいるんだけど、いいもんあるんだよね。どこ？どこ？あそこか。まあ、ここもやり尽くした感はあるでしょう、この場所もね。多分分からんけど。あ、バニラにあるとこか、これ。バニラにありますね、この建物ね。あ、はい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 。今やっていこう。じゃん。回収だけど、この辺にゾンビがいたりとかは、しないのかな？しないのか。しないのか。こっちにいたりとかしないのかな。あ、しないの。しないみたい。あそこ崩れるんだよね、確かね。取ったら。取ったら崩れるんだよね。だこの中も、あそこからジャンプしていけば確か入れたような気がする。じゃあちょっと中行きましょうか。まあ大したことないでしょ。ここ開いてんのかな。開いてるわ。こんにちは。あ、ヘビがいるの。やだね。ヘビどこ？あ、走るの君。ヘビどこ？お、開いてる？開いてる。開いた。ヘビやだね。
お前はお前出てこいよ早く。ここ弾通らないでしょ。通らないよね、うん、で上のここに昔住んで、すごい大昔に住んでたような気がしないでもないけど。おい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 はい、ということでヘビ肉はまあ別にいらない。この中見てみる。一応なんかあるんだっけ。死体があるだけかな。つながってないでしょ。犬いるんだっけ。イノシシか。上のやつらが騒ぎ出した。イノシシ勝てるかな。勝てた勝てた。ああ来た来た来た。イノシシの肉欲しいっちゃ欲しいけど、石斧しか持ってないんだよね。残念ながら。石斧でも取れるからまあいいか。あ強い。こいつこいつ強かった。こいつは死ななかった。あ、また走ってきたな。ずいぶん走るようになりましたね。ずいぶん走るようになったね。後ろか上か、どっから来る。また走ってるような音がするな。あ、いた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 。あんま走らないのか。あんま走らないんだ。回収だからレーダー反応しないけどね。こっちにはいないの？イノシシ。あ、いないみたいね。じゃん。樽。こっから上だっけ？これ届くのかな？あ、こっちから上か？誰か出てきそうだね。いないのかな？じゃん。骨だった。骨とか。とう。こんにちは。あ、どうもどうも。あそこに財布がある。財布取りに行こう。こんなとこに財布。こんなとこに財布忘れてんの。はい、じゃん。じゃん。クリンク大佐。大佐。大佐起きて。起きて大佐。あ、落ちてった。クソ、落ちていくなよ、お前。落ちていかれると困るな。非常に困るな。上がってこれんのかな、あいつ。上がってこれるの、君。あ、来た。走んのか、お前。走るんか、お前。めっちゃ走ってたな。ゾンビ消防士。外にいるな。外にいるけど、あいつ関係ないのかな。これバリバリっていくでしょう。この辺ね。あ、ですよね。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 はい。そして、いるいるいる。遅いな。早いな。遅いのと早いのがいる。はい、OK。OK ですか。で、さらに上だよね。これ、走り抜けていけば、なんとかなる。これ、パレットがただの。こっちから飛び乗っていいのかな。こんにちは。こんにちは。こっから、向こうの階段に、問う。あ、いけた。OK。なんかあるんだっけ、これ。こう崩れるんだっけ。あ、崩れた、やっぱり。中になんかあるんだっけ。よいしょ、アクレートがあるね。サクッと。硬え。わら、硬いな。よし、1個だけか。まあ、1個でも。なんかいいの入ってるかな。じゃん。おー、まあ、作らないな。多分、作るかな。わからんな。これの、これしかないんだっけ。まあ、いいか。ここに住めるっちゃ住めるんだよね。実はね。よいしょ。お、カバンがあった。じゃん。あ、骨、いらねえ。骨なんかいらねえ。ということで、問う。ということで、帰っていきましょうか。
とう。で、向こうに行くのか。これ乗ったら落ちるんじゃなかったっけ？違ったっけ？こっから行けるけどね。誰もいないの？あ、誰もいないのか。あ、怒っちゃった。いやー、いたのか。いたんですかい。あ、いたいた。スパイダーがいる。もう一人いたね。あ、もう一人いなかった。降りてった。落ちてった。落ちてたか。回収するやつは下なのか。上じゃないんだ。とう。あ、怒って、あそこ行けないの。え、嘘、あそこ行けないんだ。行けそうな気がするけどな。頭ぶつけてんのか。あ、頭ぶつける系かな。とう。とう。バコン。まあ、もらうもんもらっときましょうか。はい。上がってくる？上がってこれないんじゃない？実は。オッケー、本いただき、はい。ドラム缶？あ、来た？あ、一瞬来たかと思った、今。上がってこれないでしょ、あいつら。ここ拠点にできるもんね、普通に。フェラルフォードも耐えられるもんね、ここ。意外と。ループが作れるから。その、さっきの飛んできたところでね。ここでループが作れるんで、普通にね、フェラルフォードも耐えれるっていうね。はい、ということで、じゃあ。あ、またお前ら来たの？いて、またお前ら来たんか。それはちょっときついもんがあるな。本当に。またお前らか？それは非常にきついものがあるな。死んだ？死んだ？もう、ファンタジー報道来た。何なんだ？道理で足音多いなと思った、なんか。まだいるね。まあ、銃があるから、前ほど、あんな苦労はしないんだけど。どう？なんだ、ナースがいた。あ、弾がね。弾ない、弾ない。弾ない、弾ない。弾ない？よいしょ。上がってこれんの、こいつら。上がってこれないのか。どんくさい奴らめ。死んだ？そこのスケルトン。そこのスケルトンたち。本当に強いね、やっぱ。汚染系は。あ、落ちてった。結構いるな。いつものことだけど。とう。結構いるな。来い。上がって来いよ、ほら。頑張れ。落ちた。あ、壊れたのか、マジか。AK 壊しちゃった。AK 壊れちゃったわ。直そう。直せるよね、多分ね。OK。まだいる？上がってきたかな？上がってきたね。スケルトン上がってきたわ。さあ来い。あ、強いな、お前。なかなか強いな。オッケーかな？あ、まだいるね。サダコ来た。サダコ来たわ。まだいるな、あそこに。まだいるんだ。オッケー。よっしゃ。じゃあちょっと、回収、あ、しまった、はまっちゃった。これはまったら出れないな。ここから出れるか。どこだ、回収するやつは。音。あ、あった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 。よっしゃ。はい、オッケー。はい、オッケーです。じゃあ帰りましょうか。結構弾使っちゃったけど、まあ、まあいいか。あれ？どっから来たんだっけ？ここの町は、あ、ここに、あ、ここの町もなんかでかそうだね、この町もね。
この町も広そうだな。おお、そういうの回り方ちょっとおかしいな。おかしな回り方じゃね今。ああ、ここの町も広いね、なかなかね。ほお。ほお。ちょっと一周してから、あ、トレーダーいないのかな。トレーダー探すか。あー、スピンするスピンする。トレーダーいないのかな。なんか見慣れない建物があると見慣れない建物が、あ、何よこれ、このこれこれ見慣れないね、これね。なんだこれ、これトレーダーじゃないよね、違うなこの建物初めて見たかもしれない、この変な形の。すごいねすごい建物だな。あ、こっち行ったらもう砂漠だ砂漠の街じゃん。砂漠につながっちゃうのか。トレーダーないねトレーダーねえぞ。おお、病院があるポップンピルズの病院ある。どう見てもここにトレーダーがありそうな雰囲気なんだけど。あんた、やっぱりあったねえ、こう看板あるしね、この地形は。あー、なんかこういうのトレーダーあったね。どこだっけ、ハッチがあるんだよね、どっかにね。どこだっけ、あ、これかジョエルさんがいるんだっけ、これ中に。この辺漁れる、漁っていこうか、せっかくなんでジョエルさんがいるんじゃなかったっけこれね。パカッと布切れ、あ、いたご機嫌だね、ジョエル君ご機嫌ですね。ちょっとあの、あれ売ってない、アシッドアシッド売ってないですか。あ、売ってないのか。あー、売ってないな。マシンガンパーツは売ってるんだ。この辺別に俺いらないから売りたいんだけど、このバトンパーツとかも、これも、あ、これはちょっといるけど、これ売りたいな、これ。そんなどこかでも売れるっつったって、あ、紙幣、あれ紙幣、あ、7枚しかなかった。そんなとこかな、これは売れないもんね。これ売れる、そんな感じ、そんな感じだね。これ読んじゃうか。これ分解して。よっしゃ。誰か来た？誰かいらっしゃいましたか？入っていくんじゃないよ、お前。ずうずうしいやつだ。よいしょ。ということで、じゃん。まあ、帰るか。欲しいもの持ってなかったんで帰りましょうか。ちょっと私のバイクにいたずらするのやめてくださいね。ちなみに帰り道はどっちかな、どっち、あ、向こうか。いや、すげえ速いな、このバイクマジですげえ速いんだけど、マジで川あっても、川あっても飛び越していく。ただスピンしちゃうけど、ね、やっぱね、こうくるくるね。はい、ただいま、レクト君帰ってきたよ。よいしょ、どうも。鉄の剣2か、高い方にしよっか。こっちの方が高いね。こっちもらうか、ありがとう。そして売らせていただく、じゃん。チチンただであげた報酬売られて喜んでる。よいしょ。あ、この辺は、あ、レンタル自販機か。レンタル自販機は関係ないな。うん、お湯とかだよね。ですよね。はい、ということで、まあ今日はこの辺にしときましょうか。ここなんか俺忘れてたりしないかな。だいたい全部持ってったけどね。何も残ってないね。あ、残ってないね。何もね。うん、残ってないな。残ってないわ。ここにチェスト置いてたっけ？チェストは置いてないか。ここの地下拠点を復活させてもいいですけどね、これね。
まあでもそこまで必要ないか。なんか置いてたっけ、ここ。何も置いてないね。何も置いてないわ。ただ側作っただけだ。よし。じゃあまあとりあえず今日のところはこの辺にしときましょうか。このまま一旦帰って。もう14時か、早いな。もう一本行きたかったけどな。夜間クエ行くか。ね、夜間クエ次回あったら行ってみましょうかね。もうすぐ夜になっちゃうんで。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺にしときましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。岡部さんでございました。またね。